皆様こんにちは。本日は、平成30年2018年、6月のですね、今日29日の今日金曜日の今朝なんですけど、もう6月もあっという間に終わってしまうんですけど、今日はですね、ご覧のような晴天、結構その抜けるような青空の晴天なんですけども、非常に強い風がですね、吹いております。気温も上がっておりましてですね、もう今の朝の段階でも30度までいってないかもしれませんけど、相当熱い風がですね、強風が吹いておりましてね、で空を見ますとですね、今日はこの青空の中にですね、ご覧のような、ケムトレールの雲がですね、非常に怪しいケムトレールの雲がですね、あちこちに浮かんでおります。ちょっと全体に感じしますね。まずこの携帯のアンテナの真上のところのこれらの雲ですね、これ全部ですね、いろんな形の雲がありますが、で先日お話ししたポンポンした雲もあればですね、その洗濯板みたいな雲もあればですね、飛行機飛んでますね。これは低空です。ご覧のようにですね、なんかそのこれも変ですね。この辺のいろんなタイプの雲があります。これもそうですね。だから一概にね、全部一つのタイプに限定できないんですけどもね、まあ、今日の雲もケムトレールの特徴的な雲です。でね、今日のですね、明け方、その夜明けの時にですね、私ちょっと、まあ、起きてましてですね、朝焼けの空を見ましたら、真っ赤な朝焼けでですね、写真撮ったりビデオ撮ったりしたんですけども、もしできたらね、後でこの今の現在のビデオにつなげておきたいと思うんですけど、ちょっとね、そのあまり見たことないようなですね、真っ赤な朝焼けでした。なんかちょっと怖い感じもしましてね。で、今日は天候がその下り坂なのかなと思いましたので、現在は本当夏の暑い風が吹いてる天気なのでね、ちょっとよくわかることもありませんけどもね、まあ、その朝焼けの雲を後でですね、つなげていければと思います。それとあと、まあ、ちょっと面白かったこととかお話ししておきたいことがですね、まあ、いろんな方からコメントいただきましてね、まあ、大概はですね、頑張ってくださいとか、私もこちらでもやってますとか、そういったコメントの方が多いんですけどね、時々面白いコメントというか、僕ここになんだこりゃダメだとかね、この野郎とかっていうコメントもいただくんですけどね、まあ、人間だから誰でもね、そういうちょっとよろしくない言葉をいただくとね、ちょっとムッとくる時もありますが、ただしね、ちょっとよくよく考えてみるとね、私のこのケムトレールの雲みたいにですね、動画みたいにですね、再生回数の今のところ少ない動画におきましてはですね、少なくともそういう方々もね、ちゃんと動画を見てくださってですね、そのコメントくださるというね、非常にありがたいですね。再生回数の、プラスに協力してくださってるということもありますしね、やっぱりそれからもう一つはですね、その一番辛いのはね、存在しないかのように無視されるのが一番辛いことでありましてですね、それと比べてちゃんと反応してくださってね、コメントしてくださるっていうのはね、随分ありがたいことだなっていうことをいろいろ経験でそういうことも感じるんですよ。そういうことでね、まあそういうことをコメントもらうとね、さあこっちまた頑張るぞという気持ちもありますしね、そんなこともあってね、ハートマークを打ち出してもらいますのでね、またこれからもよろしくお願いします。私も頑張りますのでね、お互い頑張りましょう。あと私は都市伝説とかよく知りませんし、ちまたらどんなこと言われてるかもよく知らないんですけど、まあ、よくちらちら聞くのはね、 AI 人工知能によりましてね、最近はどんなコメントを出してるかとか、そのとこ全部チェックされておりましてですね、もちろん全部チェックされてるんだと思いますけども、それによってその選別が人間選別が行われるということもね、そんな話も聞いてるんで、あんまりひどいコメントを書いてる方は気をつけた方がいいのかな、わかんないけどね、ちょっとそんなこともちらっと思ったりしましたよ。まあ、ということで今日は、今ケムトレールの雲ね、こんな強い風で青空の雲でも怪しい雲がいっぱい浮かんでるっていうことと、あとね、あとでその朝焼けの時のね様子もちょっとつなげておきたいと思いますね。ということです。今日はちょっとこれからどういう状況になるか、夕方またね、時間があったら見てみたいと思います。今、朝の状況としては以上です。ありがとうございました。今はですね、夜明けです。朝です。6月29日、静かな声で話してますけど、朝ですね、空を見たらですね、すごい朝焼けです。真っ赤っかです。カメラだとそうでもないですけど、肉眼で見ると、すごい空真っ赤っかです。すごいですね、これ。空の雲はケムトライルの雲だけど、こっちケムトライルの雲だけど、真っ赤っかですね。なんかすごいです。異常な空みたいですね。なんか怖いですね、ちょっと。今日は大丈夫なのかな、なんかあるかな、真っ赤っかだよ。まあ、朝の4時過ぎだ。そうでもないんだけど、肉眼で見るとね、空が燃えてるみたい。すごい。わあ、すごい。すごい朝焼けだな。この天気は崩れるんだろうけど、すごいね。真っ赤っかだよ。暮らしの